はい、どうもスキルスーパーリメイカーズオンライン対戦やっていきたいと思います。この動画はですね、皆様の応援で成り立っております。ぜひぜひ高評価よろしくお願いします。それではやっていきましょう。いろんな被り物バージョンとヒゲ、いろんな被り物バージョンとヒゲスタート。ヒゲ合わせです。なんやこれ、いろいろあるらしい子猫ちゃんです。なんやろ、キラースイースイー、実力が問われるね。オッケー行こう。まずはうまい、間違いない立ち回りで、次がウルトラプロペラクリボー部門行こうか。ウルトラプロペラ部門行きます。ぐるんぐるんぐるん、さあこれでオッケーかな。さあ、お、あとはピースイチ部門と生部門、みんなどこ行ったか分からへんもんな。さあ行きましょうよ、グー。さあ開通スタート。逃げ戦ですよね、開通の。オッケー、俺一番。なるほど、それが狙いかお前ら。甘いぜ、甘くなく危なかったけど。ネコッタム始まります。スタート。ネコッタムピンクです。これか、これや。めっちゃ難しいやつや、ファイナルが。最後の諦めなくていいのな、ミスっても普通に難しいから。最後とりあえず序盤はまあ適当にこうやっていって、猫の圧倒が難しいのな。ほっ、ゴー、ドロッパーズビーマーで、この坂を利用して駆け巡っていくんですが、この後がねめっちゃ難しいのよ。ここでほっ、ガローがいけた。いやー、いけてない。いけた、勝ったか。ルイージ勝ちか、負けた。あ、でもルイージいけてない。おお、猫玉ですね。難しいのな、あそこが。青い人も手こずってるわ、やっぱ猫玉やもん。ゴリン、ワールドシェルメッツ、ワールドシェルメッターズですね。スタート。ワールドシェルメッターズです。さあマグマ下がってきますんでね、よいしょ。さあもうゴール見えてますから。さあマリオ早め気絶、青いと早め気絶か、青いと早め気絶、ルイージに関しても早め気絶です。一気アップどこで取るかやな、これ。まあ早め気絶で全然いいと思うわ。ただ置いてかれたらこれ辛いぞ。ほっ、うわ、これ落とされたら嫌やもんな。何これ、挟まれるぞ。この子ちゃん早くマグマ上がっちゃうぞ。早くしないと、行こう。マグマ上がってしまう、マグマ上がったら積んでしまうね。行こう、気絶しろ。よいしょー、うまい、完璧な勝利。ファーメッシー、昼メッシー、朝メッシー、いろいろあるけどなんねー、朝飯。デッドフィッシュ、さあキノコ取った方がいいやろな、デッドフィッシュやし。スタート。さすがにこれで気絶するでしょ。ただ上空テイストも嫌やな。あ、まさかルイージこれ逆に受かるんか、あいつ自分勝手やな。まあここは持ち上げられてもしょうがない、プニってやってもしょうがないですね。これ貫通できるんで、この私。 OK、 なすりつけ成功。ただどっかで休憩しないと。ほら、こういうことが起こる。どっかで休憩せなあかんやろ、普通に。そうやろ。キノコ復活せえへんやん、この子ちゃん。キノコそこ違うらしいで。この子ちゃん勘違いしてるわ。キノコ流れてるわ、ここに、ほら。キノコあるんと間違えてる、あの人。青いと見せれ。これ青いとか慎重にクイックいかれたら負けやもんな。ほっ。さあ、うわー、もう熱くクロン行くしかないよね。どこで休憩しよう。ここで休憩か。よし、スパート、よし、いけた。お、青いとや、青いと生泳ぎせんやな、これ。青いと中間からどっか行ってもだからな。裏面行ったんかな、気絶せんな。
さあ、そのまま流し込んで、フリーフォール。よいしょー。さあ、空中に。バン。カン。あ、これ大丈夫ちゃう？大丈夫ちゃうって、なんか変な言い方になってるけど。これ大丈夫でしょ？オッケー。で、これで安全に出世できるはず。オッケー。ありがとうございます。オッケー、オッケー、うわ、ウーケーシャンシャーン、ウーケー、ウーケーシャーン、シャーン、ピース。テクニカル、猫マリオのゴー。さあ、猫マリオどこにあるか、これ中かな？さすがにこの中かな？みんな、叩きたくないんや。気持ちはわかる。でもな、ほっ、取られた。ほっ。よいしょ。よし、食らってから取って。よいしょ。マリオも行ってんのか。おい、勝手に行っとるガキがおるぞ。へばりつく打ちます。あー、あかんか。みんなでバトルコースです。超絶デーレント。始まります。スタートルイージです。超絶ライラント。いやー、生身こんまや。ダイラントや。キレしたらあかんぞ。さあ、ヒレした人から退場ステージ。なるべく真ん中に座った方がいいです。持ち上げられたりヒップドロップとかで追い込まれたら負けるんでね。さあ、急に張りくんのかな、上に。上のさ、状況が分からへんから怖いよな。さあ、俺はちょっとヒップで関与しない方針でいこうか。あ、絞られていく。絞り込み戦になった。ほっ。どうなる？どんどん狭くなっていくようですよ。序盤に畑落とされたら泣きそうになるからさ。この子ちゃんわざと引きつけたか。通用しないってこと教えてやるよ。無限ヒッパーズ。やばい、ついに端っこに絞り込み戦になった。気をつけて。かぶせられんな。さあ、みんなビビってる、みんなビビってる。攻撃的なプレイヤーは誰だ。さあ、連続パンチが怖いな。くれくれ、半分カット。危ない。レッドリンズラッシュ。スタートピンクです。レッドリングラッシュ。なんやろ。あー、これか。これ出ましたね。ショートカッターズが認められるやつや、これ。いけた。初めてあそこいけた。これでかいかもしれんな。で、この後、ここ間、ピンポイント通し。あかん。通せなかった場合、だいぶ遅い。あそこのピンポイントで決着してしまう場合あるからな、全然。マリオ早いか。マリオドードライン。ルイージが。ルイージ早そう。勝負。トントントン、うまい、よし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 、ほい、ちょんちょん、ほいほいほい、ルイージうまいな、あいつ。これ決めるしかないぞ。決まった。霹靂一戦決めるしかないもんな。え、もう一周、二周と思ってもた。オッケー、大丈夫。二周で来ると思ってもた。今だいぶ止まってもたな。もったいね。なんか二周で終わるコースもあるからさ、それと勘違いした。霹靂失敗。ほっ、よいしょ、ゴー。さあ、ルイージもおらへん。わずかに、よいしょ。オッケー、大丈夫です。なかなかルイージもうまかったが、俺の勝ちだ。ゴールイン、レミキャソウ。さあ、生ゴールもありそうやで。てか、ファイヤー出んのかな、これ。カロコか、カロコだ。メグメ上がるんや、これ。メグメが上がるから早く投げ合いしないと。ほっ。ヒロッコ。よし。で、こう、椅子割ってわざと出ささへん、先方で行くわ。椅子割って、椅子割って。マグマ下がるの待ってから行く。行こう。ほっ。やばい。お、来たぞ。ものすごい足や、あいつ。で、俺の逃げも舐めてもらっちゃ困る。やばい、待ってもら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 って、アウトー。これ大丈夫？あ、大丈夫？一応。ほっ。オッケー、ギリギリゲット。危なかったー。もう乾杯になるとこやったな。さあ、よいしょ。ルイズ出てる。うわあ。マリオは多分俺と同じミスするやろうな。せっかちやから、この人間っていうのは。そう。マリオメーカーの人間っていうのはみんなせっかちやから。ミスしがちなんですよね。よいしょ。ほっ。さあ、マリオ来てる。
よいしょ、あかん、待たなあかんのか。ごめんなマリオ、これがバトルの世界だ。そのまま電撃っていくよな、気持ちわかる。申し訳ない、それがバトルってもんよ。ほっ、急ごう急ごう。奴ら何しとんねやろ。遊んでる可能性あるからね、急がないと。マジか、早く早く戻って。オッケー、あ、お察しのようです。ここまでです。さあ全機です。さあ再び戦い戦のようです。行こう。まだ分からへんぞ。マリオも電源切らんかったらまだチャンスあったみたい。全機ですやからな。ここ一回待たなあかんねんな。ここ一回待ってから、さあこの子ちゃん気絶。ほっ、コンボで、あ、中間あるやん。この子ちゃんたちはここでやられたんか、この手前ぐらいで。よし、脱がざるを得ない。さあバス戦ですね。こっちに来てくださいと。嘆いても無駄だ。さあ対戦になりそうやな。ほっ、うわきつい。あ、でも復帰早くね。一瞬、一回二回飛んだらもう帰ってくるよ。よし行こう。さあ、ギブアッパーズ。りょうすけファン大丈夫か？りょうすけファン絶対はず。ゴリーン。クリボーの丘。さあ、クリボーの丘、行きましょう。スタート。さあ、まずは、アイテムをばっこり取るかどうか。さあ、二番手です。マリオの逃げ、キラープレイ用意します。ここは、返し爆弾。返し式キラープレイ。さすがに手も足も出ないでしょ、あれ。もう空中でその浮いてる状態の人間に対してコーラぶち当てるっていう、かわいそうやけど勝つための戦略なので、まあ、お手柔らかにといったところですかね。よし、ピンポイント引き抜きを成立させて上空、超上空待ち。よいしょ、ゴリーン。ニューシングスコイン70枚以上。さあ、コイン70枚以上です。スタート、ニューシングス。なんやろな。なんかで、スイッチ押したりすんのかな。さあ、生、バトン。非常に危険と言われています、ここは。あー、やっぱりな。よいしょマリオの襲いかかるです。あ、なんか、オープンされてる。そんなんあったっけ？いつの間に？いつの間にかオープン、あ、なるほど。スイッチ押すんや。はい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 。赤子と、切り刻みビーマン。さらには、コインがでもなさそうやな。赤子の生か。お、開通。開通したところでやな。お、まあ、この扉からいけるんですけどね。お、来た！ゴリン、素晴らしい。スーパーメーカー 2D は、スーパーミケの 2D ワールドですね。スタート！なんやろ？スーパーミケ。ミケやけど、ミケ猫ってわけちゃうよな。スーパーメーカーなだけやんな。だから猫取り戦ではないから、生ゴールの可能性ある。急がなきゃ。さあ、この子ちゃん。えらい気分よいったな。気分いいらしいぞ。ほっ。さあ、大きな手いこう。安全に。さあ。どうなる？幅トイングしてるな、あいつ。バネ取り戦。バネの取り上げ。これ後ほど土管封印に使いたいけど、どうやろう。まあいいか、土管封印に持ってた方がよかったな。いや、足場なかったらな、怖いなと思って。気に捕まられへんからさ、バネ持ってたら。さあ、これは生バネ。ビョーンと行きたい。ほっ。よし。ほい、ちょっとグダグダなってるけど。よいしょ。さあ、どんどん行こう。中間ボス戦かな。ボス戦だよな、これ。ウルトラプロペラファイヤーセット。さあ、行きましょう。ウルトラプロペラーズファイヤーセッターズ。この強さを教えてやるよ、みんな。俺のこの、自由自在に立ち回れるという、この、空中体制に関しても適応できますから、この俺っていうのは。ははははは。させるか！よっしゃ！俺や！